優先ランキング制覇。ナンバーアイの新曲が引き起こす音楽シーンの地殻変動。ナンバーアイの新曲 MV に込められたメッセージとは驚きのダンスパフォーマンスにファン熱狂。東京ドームの天井に映し出された3人の姿、圧倒的なステージング、そして耳に残るメロディー。ナンバーアイのセカンドデジタルシングル、 ブローユアーカバーが世間に旋風を巻き起こしている。この楽曲は優先の週間ランキングで1位を獲得し、スーパーや街中で耳にする機会も増えた。音楽配信サービスでも再生回数を伸ばし、YouTube では積極的に彼らの楽曲を探す人々の姿が見られる。この現象は単なる楽曲のヒットを超えてナンバーアイというグループ。 そして彼らの音楽が持つ魅力を改めて浮き彫りにしている。ブローユアーカバーは切なさと美しさが共存するバラードであり、大人の恋心を繊細に描き出している。楽曲の魅力はその音楽性だけではない。ミュージックビデオで披露されるダンスパフォーマンスは楽曲の世界観をより深く表現し、ファンの心をさらに引きつける。 指先まで神経の行き届いた動き、メンバー同士の息の合ったフォーメーション、そして平野章の表現力豊かな表情。それらが一体となり、楽曲に込められた感情を視覚的に訴えかけてくる。SNS 上での反応も大きく、彼らの音楽が人々に与える影響の大きさを物語っている。そんな彼らの魅力を最大限に感じられるのが、ライブパフォーマンスだ。 中でも東京ドームでのライブは圧巻の一言。天井に映し出された彼らの姿、壮大なステージング、そして会場全体を巻き込む一体感。その感動がアマゾンプライムビデオでのアーカイブ配信によって多くの人々と共有されることとなった。配信限定の特別映像では、舞台裏の様子やメンバーのインタビューなど、 ここでしか見られない貴重な映像も含まれている。ナンバーアイの魅力はパフォーマンスだけではない。彼らは SNS やメディアを通じて積極的にファンとコミュニケーションをとっている。公式アカウントでの最新情報や舞台裏の様子の更新、ファンからのリアクションへの対応など、彼らの活動は常にファンとのつながりを意識したものだ。ファンからの質問に答えたり、 時にはユーモアを交えながら交流したりと、その距離の近さはファンにとって大きな魅力となっている。彼らの音楽は、単に聴くだけではなく、ファン同士の交流や共感のきっかけにもなっている。彼らの楽曲やパフォーマンスをきっかけに、新たな友情やコミュニティが生まれているのだ。ブローユアーカバーのヒット、ライブの成功、そしてファンとの絆。 ナンバー i は今まさに彼らの物語を紡ぎ出している最中だ。その物語は挑戦と成長の物語でもある。彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの可能性を追求し続けている。ダンス、歌、演技、バラエティーと様々な分野で活躍する彼らの姿は、多くの若者たちに夢と希望を与えている。しかし、 彼らの物語は順風満帆なものばかりではなかった。メンバーの脱退という試練も経験した。それでも彼らは前を向き自分たちの音楽を届け続けることを選んだ。その決断はファンとの絆をより一層強固なものにした。そして今、平野翔をはじめとするメンバーはそれぞれの道を歩み始める。しかし、 彼らの音楽が紡ぎ出した物語はこれからも続いていく。彼らの楽曲はこれからも人々の心に響き、新たな感動と希望を与え続けるだろう。そして彼らの物語に触れた人々は、それぞれの人生の中で自分だけの物語を紡いでいく。それはナンバーアイというグループが存在した証であり、彼らが残した最大の功績と言えるだろう。 彼らの音楽が人々に与える影響、そしてファンとの絆。それは現代の音楽シーンにおけるアーティストとファンの関係性を考える上でも重要なテーマだ。アーティストとファンの関係は今後どのように変化していくのだろうか。音楽はどのようにして人々の心をつなぎ、社会に影響を与えるのだろうか。ナンバーアイ、そして平野翔。 彼らの音楽が紡ぎ出した物語はまだ始まったばかりだ。その物語の行方を私たちはこれからも見守り続けたいと思う。彼らの物語は日本のアイドルシーンにおいても一つの転換点となるかもしれない。近年、アイドルグループの活動スタイルは多様化し、メンバーの個性や才能を活かしたソロ活動も盛んになっている。 ナンバーアイのメンバーもまた、それぞれが独自の才能を持ち、今後の活動に期待がかかっている。彼らのソロ活動は、グループ活動とはまた違った魅力を発揮し、新たなファン層を獲得する可能性を秘めている。一方で、彼らのグループ活動もまた、新たなステージを迎えることになるだろう。メンバーそれぞれがソロ活動で得た経験やスキルをグループに還元することで、 より進化したナンバーアイの姿が見られるかもしれない。グループとしての活動とソロ活動の両立は容易なことではないが、彼らならきっと乗り越えてくれると信じている。そして忘れてはならないのが彼らのファンであるティアラの存在だ。彼らはどんな時もナンバーアイを支え続け、彼らの活動を応援してきた。彼らの音楽やパフォーマンスは、 ティアラとの絆によってより輝きを増し、多くの人々に感動を与えてきた。ナンバーアイの物語は、メンバー、スタッフ、そしてティアラによって紡がれてきた共同作品だと言えるだろう。彼らの音楽は、これからも多くの人々の心に響き、新たな物語を生み出していく。そして、その物語は、未来へとつながっていく。彼らの音楽は、 国境を越えて世界中の人々に届く可能性を秘めている。日本のアイドル文化は近年海外からも注目を集めており、ナンバーアイもまたその魅力を世界に発信する存在となるかもしれない。彼らの楽曲やパフォーマンスは言語や文化の違いを超えて人々の心を動かす力を持っている。彼らの物語はまだ始まったばかりだ。 彼らの未来には無限の可能性が広がっている。彼らの音楽がこれからも多くの人々に夢と希望を与え続けることを願ってやまない。そして最後に、ナンバーアイのメンバーに伝えたいことがある。あなたたちの音楽は私たちの心を揺さぶり、人生を豊かにしてくれました。あなたたちの笑顔は私たちに元気をくれました。 あなたたちの挑戦は私たちに勇気をくれました。あなたたちの存在は私たちにとってかけがえのないものです。これからもあなたたちの音楽と共に歩んでいきたいと思います。そしてあなたたちの物語がより輝かしいものとなることを心から願っています。